おはようございます。ドイツ語を勉強している皆さん、ドイツ人に、おはようございますって言ったことありますか？今日は皆さんと一緒に、おはようっていう挨拶をドイツ語で勉強したいと思います。で、ゆっくり皆さんとやっていきたいと思います。グッドモーゲン。で、ポイントはですね、最後の辺を伸びることなんですよね。なので、皆さんともう一回ぜひ家の中とか、電車だったらちょっと恥ずかしいかもしれないけど、家の中だったらぜひ皆さんと一緒にやっていきたいと思います。Guten Morgen! Guten! Guten! Morgen! Guten Morgen! もう一回やろう。Guten Morgen! ということで、グーテンモーゲンでカタカナにしてる人もいるかもしれないけど、カタカナじゃなくて、そのままの、ドイツ語の発音を皆さんに覚えてほしいので、最後にもう一回振り返します。Hey Leute, guten Morgen! Alles klar, wie geht's euch?で、ドイツ人はですね、すごい、朝の人が多いんですね。ドイツの、会社で働いたら、日本の会社と比べて8時からスタートとか7時半スタート。そういう会社が圧倒的に多いんですよね。あと、ドイツ人はですね、朝ごはんを結構食べるんですよ。だから、朝にすごい、ソーセージ、オレンジジュース、サンドイッチ、ハム、もうコーヒー含めてもうめちゃくちゃ食べるんですよ。だから朝すごいエネルギーをとって、で、朝を大切してる人が多いかもしれないので、なので皆さん朝になったら、この公園とかの中でもドイツ人が結構散歩してると思うんですよ。ドイツの、どんな街でも。で、ドイツ人も基本なんか東京の人みたいに知らない人だったら話はかけないんだけど、こう日本人の友達が言ったのは、やっぱりその自分から話しかけるとね、みんなね、笑顔になるんですよ。だからこうね、もしドイツに旅行してドイツ語全く喋れなくても、こうね、ホテルからちょっと出て朝になって外でちょっと散歩したら、ぜひこのね、周りでこう散歩してるおじいちゃんたちに、グッドモーゲンって言うとね、多分、グッドモーゲン、ハローみたいな感じで言うとね、全員多分喜ぶと思いますので、ぜひやってみてください。で、今日のコメントは、ドイツで、ドイツ人におはようって言ったことあるかっていう質問に、おはようって言ったことあれば、ぜひ、ありますっていう返事ください。はい、bis zum nächsten Mal! チュース!